皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、竜王戦第4局はもちろん見たよね。見たに決まってるぜ。初日は藤井竜王が時間を使っていて飛車を切った局面で封じ手になったよね。アベマの千田七段は解説で飛車切りをびっくりしたと言っていたぜ。って私もびっくりしたわ。でも、藤井竜王が指したから好手だと思ったのよね。千田七段は飛車切りに変えて4二歩成が控え室では検討されていてかなり有力だったようだぜ。実際に藤井竜王が飛車を切った後の AI の形勢判断は伊藤七段に触れていたもんね。千田七段も封じ手では先手の4八金が離れているから後手の方がいい条件が揃っていると言っていたぜ。藤井竜王の顔色も冴えなかったもんね。実際に初日は伊藤七段が優勢だったものの2日目には藤井竜王が逆転したから大したものだぜ。いつの間にか AI の形勢判断も藤井竜王に触れていたし持ち時間も逆転していたよね。今回の竜王戦についてにチャンネルやヤフーでの書き込みも多かったんだぜ。同学年対決で注目されていたもんね。というわけで今回は藤井竜王が伊藤七段にストレートで3連覇達成についての2チャンネルやヤフーでの掲示板の反応について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは4連勝で防衛を果たした藤井竜王に対する2チャンネルやヤフー掲示板の反応について紹介していくぜ。強すぎこや永世八冠だな。朗報、藤井聡太竜王3連覇、永世竜王まであと2連覇。藤井聡竜王防衛おめ。藤井聡最強すぎ。最後の罪最高に狂ってて草人間じゃねえだろほんと。5年に1回ぐらいは失冠するかもしれないけどそれでも無敵の印象は変わらないし。八冠になってプレッシャーから解放されてさらに強くなったな。お世話になったのでうまいこと相手に任されようとしたけど、勝たされたんじゃないかなって勘ぐってしまうほどの今回の強さだった。10年前に泣かされたからって藤井聡やりすぎだろ。これ藤井聡は2、4飛車の局面から投了図まで読み切ってただろ。いい勝負だったと言える対局がなかったな。普通に4局とも力負けした。2、4飛車の時点からもう藤井ゾーンに入ってたんだよ。昨日俺が言った通りだ。自分は予言したぞ。昨日の段階で飛車切りした時点で今日の詰みまで読み切っていたんじゃないかと。伊藤匠に4連勝は信じられない。内容も凄まじい。受け切って綺麗にフィニッシュ。相変わらず強いな聡太。圧倒的強さ、最強の気力、爪は完璧。藤井聡太一強時代は続く。こんな感じで2チャンネルだけでも藤井竜王が強すぎるといったコメントが多かったんだぜ。ズバリ、竜王戦を一言で感想言えって言われたら強いとしか言いようがないよね。どんなに苦しい局面になっても藤井竜王が指した手は AI が悪手と判断しても結局は悪手にならないのは不思議なもんだぜ。藤井竜王が指した手は対戦相手にとっては好手に見えるのかもしれないね。藤井竜王の存在は他の棋士たちにとってまるで将棋の神様のような存在かもしれないぜ。そうよねー、藤井竜王は将棋の神様だね。藤井竜王、久しぶりのストレート防衛おめでとうございます。1日目の予想外の先手に4飛で AI 形勢を大きく損ないましたが、これによる金の入手が結果的に伊藤七段の監修に対する守り固めにつながり、ひねり合いの接戦から一歩抜け出した形となりました。こうした藤井竜王の終盤での博打とも思える勝負手には、いつも驚かされます。藤井八冠驚異的な超手数の詰め将棋を時間を使わずに読み切り、恐ろしい。人間とは思えません。藤井竜王、竜王防衛おめでとうございます。最後の超超手数の詰みも鮮やかで、藤井竜王らしい終局でした。深浦先生を困らすほどの30手ほどの詰め筋を読んでいた藤井八冠の凄さを改めて感じた。序中盤の研究はとことん深いし終盤力はずば抜けているし、どうしたら勝てるんでしょうね。なんか、向こう10年くらいは、タイトルを失う感じがしないんですけど。終わってみればやはり藤井竜王でした。途中劣勢の場面もあったけど、形勢を挽回してからは盤石の差し回し序盤、伊藤七段の研究の深さを感じさせたものの、それをものともせず最後は綺麗な藤井曲線。まさに王者の戦いぶりと言って良いでしょう。よく AI の申し子などと揶揄されることの多い藤井竜王ですが、1日目のあの飛車切り老化地下降も結局は AI を超えるすごい手なのでしょうか。しばらくは藤井竜王が失冠することはなさそうな気がしてきました。もし藤井八冠が一冠でも奪取されたら号外もんだな。今度は連続防衛をどれだけするのか楽しみだ。こんな感じで2チャンネルと同様に藤井竜王は強すぎる、いつも驚かされているといったコメントが多かったぜ。一冠でも奪取されたら号外って発想が面白すぎるわ。でも藤井竜王が奪取されたら話題にはなりそうだね。
もし、藤井竜王からタイトルを奪取する強者が現れたらニュースにはなると思うぜ。でも、今の将棋界では藤井竜王に対抗できそうな人はまだ、いないかもしれないね。まあ、藤井竜王をタイトル戦で倒せるとしたら AI ぐらいしか思い浮かばないわね。棋士レーティングも2121.11 月12日時点と藤井竜王がズバ抜けているのは事実だぜ。レーティング2位の永瀬九段1945.11 月12日時点が人間を辞めて AI になれたら面白そうだね。藤井竜王の強さや対抗できそうな人については皆さんの意見も聞いてみたいわね。中国共産党の一党支配にも匹敵する藤井聡太の恐怖の機械支配、もう将棋界に未来はない。地方タイトル通算18期の老害若手をボコボコにして通算19期に。藤井が衰えるまでこの状態が続くとしたらさすがにつまらなくてタイトル戦見なくなる気がする。天アマ名人に惨敗する八冠に全く歯が立たないのか、もう将棋界は終わりだよ。最近展開わかってるからタイトル戦見なくなって結果だけ見てあってなって終わりなこと多いわ。八冠までは面白かったけどこれが続くと思うとさすがに面白くないわ。誰か止めてくれ。世界の恐怖政治四天王某国家主席、某大統領、某総書記、藤井聡太。強すぎて絶望やわ。これずっと差が縮まらないんじゃないか。昔はてっぺん取ると相手がいないから。これ以上極端に強くなりようなかったけど今は AI 学習で青天井に強くなれるし。これだけ一人の人間の実力が飛び抜けてると紅葉が成り立たなくなるかもしれんね。逆に藤井一人で紅葉成り立ってる。変な女にさえ捕まらなければだけだね。こんな感じであまりにも藤井竜王が強すぎるからつまらないといったマイナスのコメントもあったんだぜ。そういった面もあるよね。接戦を期待している方は一方的だとつまらないもんね。藤井竜王の弱点はテレビ番組で他の棋士に聞いてもないと言っていたぜ。全く隙がないもんね。もし、弱点になりうるとしたら2チャンネルのコメントにあった変な女性との出会いかもしれないね。女性関係は週刊誌などにも取り上げられやすいし将棋界でも過去に色々あったんだぜ。どんな話があったの？1998年に中原誠16世名人と元女優棋士林花お氏との間で不倫騒動があったんだぜ。うわぁ、マジかー、知らなかったわ。このスキャンダルは世間を騒がせたんだぜ。やっぱり女性関係って本当に怖いわね。藤井竜王は大丈夫だと思うけどね。同学年という表現で気づいたんだけど、考えてみれば今の若手はこれから先、ずっと藤井聡太という、生きる伝説に挑み続けなければならないんだよな。理論上は8人で分け合えたはずのパイが、今は1人に独占されているわけで、人間じゃもう藤井八冠には勝てない。そろそろ藤井聡太に土をつける棋士が出てこないと将棋が面白くなくなる。しかしこうなってくるとつまらないな。なんとかしようという若手がいないのか。藤井名人自体若手だもんな。なんともならん、強すぎる。これって作為的な将棋ブーム作ろうとしてないか、ただ周りが弱いだけなの？一強すぎても将棋界が盛り上がらないね。もう見る気がしない。こんな感じで藤井竜王が強すぎるために将棋界が盛り上がらない、見る気もしないといった反応が一部あったんだぜ。私は藤井ファンだからいいけど強すぎたらつまらないというのもわかるわ。日本シリーズでは阪神タイガース日本一になったけど4勝3敗と熱戦だったから見ていて面白かったぜ。そうだね、接戦だと見ていてハラハラドキドキするよね。藤井竜王の一強時代がいつまで続くのか注目したいぜ。レーティングを見れば当分続きそうだね。どこまで続くのか皆さんの意見も聞いてみたいわね。圧倒的に藤井竜王に対するコメントが多かったけど伊藤七段に対するコメントも紹介していくぜ。伊藤匠は今回圧倒されたけど、若い棋士だ、来年は怖い。今シリーズ伊藤匠はあえて勝ち負けを度外視して藤井のデータを取ることに専念したな。今後この二人の間でタイトルを取ったり取られたりすることを見越してのことだろう。このことにより藤井はただ竜王を拾っただけで伊藤匠という相手の姿が全く見えなくなってしまった。一方伊藤匠の方は藤井攻略を完全に掴んだ、実際の星取り以上にこの差はでかい。伊藤匠七段1組優勝して来年も挑戦してこいよ。たっくん泣くなぁ。今年度の伊藤匠の勝率がヤバい。藤井八冠に負けた数を除けば、圧倒的1位の勝率を叩き出している。伊藤は今回はストレート負けだったが、それでも可能性は感じるから、将来 A 級になって藤井と何度もタイトル戦争うだろう。伊藤匠が弱いわけじゃなく八冠以降の藤井が異常なんだよなぁ。たっくんは、藤井聡太の魅力を十分に引き出してくれた。お疲れ。どうもありがとう。だからまた挑戦してね。こんな感じで伊藤七段に対する激励のコメントもあったんだぜ。
伊藤七段も今回、ショックを受けているだろうね。でも、藤井竜王よりも若いんだし奮起してもらいたいね。竜王戦5組から次々と強豪を撃破しての挑戦は快挙だったと思うぜ。だねー、挑戦者になっただけでもすごいことだもんね。伊藤七段は今回の負けで打倒藤井竜王と心に誓って精進すると思うぜ。将棋界の棋士は藤井竜王の一強時代を阻止するために一丸となって頑張らないといけないよね。ひょっとしたら今の将棋界には熱い男の存在が必要かもしれないぜ。熱い男と言ったら松岡修造さんのことが思い浮かぶわね。伊藤七段には藤井竜王に何が何でも勝ちたい強い気持ちを持って精進してもらいたいぜ。子供の頃とは立場が逆転してしまったけど今度は伊藤七段のリベンジの番だね。伊藤さんもなんだかんだで竜王戦の挑戦者まで上がってくるのはすごいこと。ただ藤井竜王には一勝もできなかったのはかなり課題と悔しさがあったと思います。再び挑戦者になることも厳しい道のりですが頑張ってほしいですね。伊藤七段も深い読みを見せるも赤子をひねるように裁かれた。早く B 級 A 級に上がって再度の挑戦を楽しみに待ちます。伊藤七段は残念やったけど、同年代対局これからもっと実力つけて戻ってきてほしいね。実力の差は歴然ですが伊藤七段は4回戦えたのは大きいですね。封じ手付近つまり中盤の差が一番大きいと感じたのでそこの差を埋めることが今後の課題でしょう。次は棋王戦挑戦目指して頑張れ。第一シーズンは終わったけど二人の戦いは始まったばかり。今後、何十年と機会を席巻する二人になると思う。二人の今後の戦いを注目します。伊藤匠七段、棋王戦挑戦者決定トーナメントでのご検討をお祈りいたします。伊藤さんが今回の負け方を糧にどう這い上がるかが楽しみです。てっきり竜王戦は大接戦になると思っていたところが竜王戦が始まるとタックンは絶不調になって、いいところがなく4連敗おそらく数年のうちにはタックンは再度、藤井さんに挑戦するだろう。その時には、今回のお返しをしてほしい。伊藤匠七段は多分最初に弱いタイプだと思うんだよね。プロデビュー戦は完敗だったし、でも慣れてくると急に乗ってくるというか、だから次の次くらいに期待してる。こんな感じで伊藤七段に対する激励のコメントは多かったんだぜ。だねー、ヤフーでは伊藤七段への激励コメントが多かったね。伊藤七段にも今回の悔しさをバネに頑張ってほしいぜ。たっくんさあマジで良いところなかったな。伊藤拓が藤井荘より強いという対局前の風潮は一体？伊藤拓は師匠と親父を変えた方がいい。その二人が雑音を撒き散らかすだけの存在だし。伊藤拓は最後格愛くらいやってから投了しろよ。格愛が見えずに簡単な罪だから投げたんじゃねえか。もう当分匠は必要ないことが分かったな。現状は挑戦するべきは豊島か菅井か。もしも伊藤が二日制苦手なタイプだったとしたらこれ以上の期待はできないな。伊藤匠は今年度藤井とタイトル戦戦った中で明らかに一番弱かった。棋風を変えるとか勉強法を大きく変えるとかしなければ勝てそうな気配がない。こんな感じで伊藤七段への厳しいコメントもあったんだぜ。特に2チャンネルでは負けると叩かれる風潮があるからね。厳しいと言っても激励の意味での厳しいコメントはしっかりと心に刻んでおく必要はあると思うぜ。だねー、強くなってほしいから厳しいコメントをする人もいるよね。視聴者のみんなにも伊藤七段についての将来性などいろいろと聞いてみたいぜ。伊藤は場違いだったね。藤井くんのライバルになる器じゃなかった。伊藤七段、中盤でぽっきり折れてしまいましたね。まだ若いのに。ダメだな、伊藤くんはなんなら準優勝の永瀬さんの方が盛り上がった。事前伊藤くんは初手投了か危険でエコな選択を示して将棋界に新しい道を開いてほしい。伊藤さんは前回あっさり負けた印象があります。コテンパンでしたね。5局目の会場関係者は落胆でしょう。こんな感じで伊藤七段に対する厳しめのコメントもあったんだぜ。でも、厳しいコメントの中にはもっと強くなれよといったエールにも受け取れるよね。そうだな、もっと熱戦を期待しているファンは多いと思うぜ。最後にその他にも面白かったコメントをいくつか紹介していくぜ。聞き手の中澤女優が深浦より先に罪を発見していた深浦、さらに落ち込んでいた。100メートルのボルトがゴール前で横を見る余裕をかましていたが、あれに似ていると思った。確かにそうだ。終局後、いつまで経っても制服の立ち会い人が現れずそのままインタビューが始まりました。こんな光景は初めて見ました。タイトル防衛が決まった一局だったし、どうしたんでしょうか。投了後、立ち会い人が誰もいない鍋たちはどこに行ったのだろうか。こんな感じで解説の深浦九段や立ち会いの渡辺九段についてのコメントもあったんだぜ。深浦九段は藤井竜王の最後の詰みの局面で解説者泣かせだって言っていたよね。
藤井竜王の将棋は難しすぎて解説する方も大変だと思うぜ。というわけで藤井竜王が伊藤七段にストレートで3連覇達成についてにチャンネルやヤフーでの掲示板の反応について紹介してきたぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃ、まったねー。